世界のジャパンチャンネルへようこそ。今回は明仁上皇が退位した際に残したお言葉が当時海外で大変話題になっておりましたのでご紹介します。明仁上皇は2019年4月30日の夕方、皇居宮殿松の間で退位礼正殿の儀に臨まれました。在位中最後のお言葉として残されたものがあまりにも感動的でした。まずはこのお言葉の全文をご紹介します。今日をもち天皇としての務めを終えることになりました。ただいま国民を代表して安倍内閣総理大臣の述べられた言葉に深く謝意を表します。即位から30年、これまでの天皇としての務めを国民への深い信頼と敬愛をもって行い得たことは幸せなことでした。象徴としての私を受け入れ支えてくれた国民に心から感謝します。明日から始まる新しい令和の時代が平和で実り多くあることを皇后と共に心から願い、ここに我が国と世界の人々の安寧と幸せを祈ります。天皇としての務めを幸せだったと語っておられるのを聞くと、国民としてもなんだか幸せな気持ちになりますね。このお言葉を聞いた海外の人々から様々な反応がありましたのでご紹介します。すごい瞬間、自分がこんな瞬間を目にすることがあるなんて思いもしなかった。天皇のお付きの人が抱えているのが宝刀だよね。天皇しか触っちゃいけないものだと思ってた。日本人はこんな元首がいて幸せだよ。退位後の2人の人生が穏やかなものでありますように。常に日本国民のことを考えていたんだね。日本が素晴らしい国なのも納得だよ。雅子さんがストレスが原因で今日の行事に参加しなかったっていうのがちょっと心配。平成の天皇と皇后はいろんなことを一緒にやってきたっていう印象だな。雅子妃が体調を崩した時にわがままだって言ってたやつらは、彼女が癌とか心臓発作とかに見舞われてたとしても同じことを言ったんだろうね。朝の行事には欠席したけど、夜の行事には雅子様は出席してるよ。彼女は自分の果たすべき役割をしっかり分かっている女性だと思う。天皇家の一員であるってことは毎日ものすごいストレスにさらされていると思う。日本が新しい時代になるわけか。明仁天皇が即位した時のことを覚えてる。僕は9歳で新しい天皇陛下はハンサムだなって思っていたんだ。そういえば明仁天皇が即位した日も雨だったな。明仁天皇が即位した時55歳だって言うけど、すごく若々しかったね。令和の天皇の時代が穏やかなものになることを願ってるよ。明仁天皇お疲れ様。あとは静かにゆっくりとしてください。これからは奥さんと一緒にいろいろ楽しいことをして過ごしてほしいな。85歳って引退してもまだまだいろいろ楽しめる年齢だと思う。明仁天皇と皇后は素敵なカップルだと思う。これがまさに一つの時代の終わりってこと。平成最後の日が雨というのは残念な気もするけど、明仁様の最後を天が名残惜しんだのかもね。平成の天皇が退位してから令和の天皇が即位するまでの間の時間って何て呼ばれるの？まさに一つの時代が終わるんだな。そう、これからの日本は成人と共に令和時代を築いていく。平成によって平和が築かれた。今度は令和でその平和を享受するんだ。午前中の退位の儀式は素晴らしかった。正直、こんなものを見られるとは思わなかった。彼と奥さんが結婚した当時のことを覚えてるよ。
彼はとてもハンサムだったし、奥さんも美人だった。明人が天皇に即位するのをテレビで見ていたのが懐かしい。初めて日本に行った時で、雨の降る岐阜の長良川って場所の屋台にいたんだ。令和の日本の躍進が楽しみだよ。日本にはいなかったけど、その光景は覚えてる。当たり前だけど、お二人とも、とっても若々しかった。天皇がチェロを弾き、そしてそれに合わせて皇后がピアノを奏でてるんだよね。とってもラブリーなカップルだ。天皇陛下、お疲れ様でした。あなたは立派にその使命を果たした。さあ、これからはゆっくりと愛する妻と共に残りの人生を謳歌してください。85歳での退位ってすごくいいタイミングだと思う。明人天皇はとっても人柄が良かったし、後継者にも頑張ってほしいね。今後とも末永くお幸せに。新たに天皇になった男の幸運も祈るよ。日本よ、永遠なれ。明人上皇は海外の人々からも好印象であることがうかがえます。では明人上皇とは一体どのような人だったのでしょうか。平成の天皇で現上皇のお名前は明人様です。幼少時の名前である称号は継宮様でした。古代日本では嗣姓は天皇が与えるものだったため、皇室には名字がありません。2歳で昭和天皇皇后のもとを離れ、養育は東宮婦育館が行っており、趣味多彩で学習院高等科まで馬術、テニス、和弓、剣道、麻雀、登山、チェロなどを経験されていました。10歳の頃、第二次世界大戦の爆撃を逃れるために各地へ疎開し、終戦時は奥日光湯本の難波ホテルに疎開していました。12歳から16歳までアメリカの児童文学者であり、クエーカー教徒のバイニング夫人が英語などの家庭教師となり、彼女の人間はみんな平等という教育に明人様は影響を受けたと言われています。学習院大学時代はこっそり2人の学友と共に銀座をぶらつき、コーヒーや洋菓子やコロンパンでアップルパイを楽しんだりしていたところ、このことが発覚し、警察の厳重警備がつくと、それ以上の散策は断念されてしまいました。これが有名な最初で最後の単独行動、銀ブラ事件だそうです。学習院在学中には初のヨーロッパ12カ国、アメリカ、カナダを歴訪しました。これが原因で単位不足となり進級できず、以後は学友たちと学年が異なることを回避するため、聴講生として学問を続けたそうです。明人様といえば美智子様との仲の良さがうかがえますが、お二人の出会いは1957年の夏に避暑地である軽井沢で行われたテニストーナメントでした。美智子様は日清製粉グループ会長の長女であり、清新女子大学の外国文学科を首席で卒業後、フランス語を学びながら19世紀の児童文学の研究を続けていました。互いの趣味だったテニスを通して交際が深まり、後にテニスコートの恋と言われるようになります。しかし当時はお妃は旧皇族、旧華族から選ばれるのが当然という考えが根深く、反対意見も多かったようです。紆余曲折を経た後、1958年に皇室会議によって結婚が認められました。明治以降で初となる民間出身の皇太子妃の誕生、国民は大歓迎でした。お二人の結婚の儀式は一般の結納にあたる納采の儀から行われ、続いて結婚の儀を1959年4月10日に行われました。当時明人様は25歳、美智子様は24歳。結婚の儀は皇居内にある宮中三殿にて、平安朝の美しい晴れ着姿で
12分ほどの国事儀式として執り行われました。そして成婚のパレードは盛大に行われ、沿道いっぱいに詰めかけた国民による祝福はとてもすごく、報道も過熱し、当時のテレビ史上最大の出来事として報じられたとのことです。その後、1989年、明仁様の即位により、日本の元号は平成となりました。1992年には、アメリカ第41代大統領、ジョージ・ブッシュ氏が来日した際、皇太子だった成仁様とのペアで、大統領と在日アメリカ大使ペアとテニスでダブルス対戦し、勝利しています。天皇となってからは、伊豆大島三原山噴火や1993年の北海道南西沖地震、1995年の阪神・淡路大震災、2011年東日本大震災で被災地など大きな災害では、明仁様、美智子様が被災地を訪問されていました。被災地では一人一人に語りかける姿、膝をついて熱心に話を聞く姿、また自主停電や被災者へ那須御用邸のお風呂を開放したこともありました。本当に心優しい方だということが伺えます。いかがでしたでしょうか。被災地を訪れる明仁上皇の様子はメディアでもよく報道されて、とても有名な話だと思います。そして何より驚きなのは、海外の人々から明仁上皇が大変親しまれているということでした。日本人は幸せだねなんて言われると、日本国民であることに誇りを持てますね。令和の時代に突入しましたが、皆さんは平成の時代で思い出深いことはありますか？仕事、結婚、海外旅行、何でも構いませんので、よろしければコメント欄でぜひ教えてください。動画をご覧いただきありがとうございました。グッド評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。またのお越しをお待ちしております。